Garcia. ストーンっていうのはうねうねずーっと流れてくる部分で、ちょっと怖いかな。また放送を結構巻いて、こっちの色が入ってくれるんだよ。こんにちは。ピュアフィッシングジャパンフィールドスタッフの三藤達也です。今回はこの秋に販売されるソルティステージのゴットロン、これについては説明の方を僕の方でしたいと思います。まず最初にそのゴットロンを作ったきっかけになるんですけど、今からだいたい13、4年前かな、まだまあ僕がシーバスを始めて間もない時だったんですけど、まあ、某有名河川でバチ抜けのタイミングで行って、もう橋の下とかもう雨のようにもう恋をしてるんですよ。でもパッシャンパッシャンで、そこにそういうね、当時あんまりバチのルアーってなかったんですけど、まあ、専用のルアーなんかもあったりして投げて巻くんですけど、全く食わないんですね。これが不思議なぐらいに、でも本当これ全部シーバスなのかなって思うぐらい、そういうのがずっと続いてて、で結構僕ブラックバスの釣りなんかもやってて、なんかバチの動き見てるとワームの方がよっぽど見た目的に、まあ、似てるなと思ったんで、まあ、ちょうどその時にねブラックバス用のワーム持ってたんで脳神経投げてみたんですよ。そしたらそれがまあ面白いように出るんですね。まあ、当時なんで4インチぐらいのストレートワームに頭に、まあ、座りちょんがけしてたんですけど、まあ、ワンキャスト3回4回出るんですけど、まあ、とにかくかかんないんですよこれが。まあ面白いなと思うし、かかんないかで結構アシストフックつけたりとかいろいろやったんですけど、結局これだっていう解決はできなくて、あと何より飛距離が出なかったっていうのもありましたね。で、まあ、後日自分の家に戻って結構あれこれルアーなんか当時作ってたんですけど、その中で結構ブラックバス用にその水面でねうねうねってやるようなルアーを仲間と作ってて、まあ、グラビングなんかみたいな感じでね釣るための本来ルアーだったんですけど、これを試してみようかなと思ったんですよ。でそれを川に持ってって、まあ、投げてみるんですけど、まあこれがめちゃくちゃ釣れたんですよ。今まで本当に釣れなかったのが嘘のようなぐらい、もう投げて巻いても釣れるし、投げて何もしなくても釣れるし、普通ねあのバチ抜けっていうのは上流からこう流し込むようにやっていくのが普通なんですけど、もう巻き上げ要は流れのダウン投げて巻き上げてきても食っちゃうし、テクトロしても食っちゃうぐらい、もうむっちゃくちゃだったんですよ。で正直その時点でも、まあ、僕はもう売りたくなかったんですよね。これをしばらく自分だけで使ってたいなーっていうのがあって、それからまあ数年間はもう仲間内だけで、まあ、こっそり楽しんでて、で結構まあボコボコっとこう釣ったりとかするとね、他のアングラーさんの方々とかね、何で釣ってるんですかとか来るんですけど、わ慌ててルアー変えて、あ、まあ違うないですみたいな感じで結構ルアー隠してたんで、今じゃまあ楽しい話なんですけど、でそれからやっぱり、まあ、このルアー自体っていうのがもう一個一個ハンドメイドで調整しなきゃいけなくて、一つ一つ全てワイヤーを自分が曲げてウェイトをこう組み付けてで流し込んで、さらにアクションチェックもしないとすごく群がるルアーだったんで、だいたい1年間、まあ僕が夏ぐらいから始めて1月の販売になるまでですね、年間300個ぐらいしか作ることができなかったんですね。それ結構当時はもうねプレミアがついたりとかしてね、いろんなお客さんにご迷惑をかけたのは今でもよく思ってるんで、それからまあやっぱりねもう十何年経った今でもやっぱり春1月2月になると問い合わせがすごく来てて、もう作んないんですかとか、でまあ僕自身も逆環境からはね変わってしまって、まあねもう父親でもあるんでなかなかそういう時間が作れなくて、本当自分とか仲間が使う分だけは実は作ったりしてたんですけど、いつか量産したいなーなんていう気持ちはずっとあって、で今回のたまたま、まあ、ピュアフィッシングさんのね開発さんとお話しする機会があって、ね、うちならできるんじゃないかなみたいなこと言ってもらって、まあ、内心難しいんじゃないのと思ったんですけど、まあ、実際やってみてもらって、まあトントン拍子いかなかったですけどね、2年ぐらいかかったんですけど、まあ晴れてこのゴットロンもうオリジナルを全く再現どころじゃないです、むしろ超えました。これがねもうなんともやっぱ2年間ですねかかったんですけど、非常にいい仕上がりになっています。で、まあ、このゴットロンのアクション
まあ、もうね最近でもこの3連傷っていうのはバチ抜けのルアーとしてある意味、まあ、定着したのかなっていうのはあるんですけど、まあ、十何年前には一切なかったこういう、まあ、スリムタイプのね、まあ、ジョイントシンキングペンシルっていうのかななんですけど、基本的にまずバチのアクションに関してただ3連傷にすればいいってわけではないんですね。これがすごく実は大事で、じゃあどの3連傷の超過一緒かっていうと全くそんなことないです。何が大事かっていうのはアクションなんです。で、まあ、今ねいろんなメーカーさんもあるんですけれども、やっぱりまあそのゴッドの特徴として唯一ゴッドのしかできない動きっていうのが、まあ、頭から動くこと、こういう動きですよね。お尻だけ振るっていう三連結は確かにたくさんあります。でもこれはお尻から出る波動になるんで、要するに遊泳してる尻尾、まあ、魚とかの動きにありがちなんですね、波動としては。でもこれがもうゴッドに関して頭からこう入ってくる、もう爪を蛇のような動きをしますん でこれがねやっぱり引き波といい波動といい全然違ってくるんですよ。だからもうバシャバシャボイルしてるのに食わないなってシーバスに投げてみればもう一目瞭然です。もう擦れてない状態のシーバスっていうのはもう変だし何でも食っちゃ食うんですけど、もうあのこのシーバスは擦れて食わないなとか、ああもう試合が終わっちゃったなとか、本当厳しい時とかに使ってもらいたい。いきなり使うっていうのはね正直あんまり面白くないんですよ、こういうのって。なんであともう一本絞りたいなって時とか、あと初心者の方とかね、女の人とか子供の方とかね、この投げてゆっくり巻くだけで誰でももう生めかしいアクションが出せますんで、まあ、うまく使っていただけたらなと思います。まあね、まあ、このゴッドロンっていうのはねものすごくもうバチのイメージ、もうバチイコールゴッドロンみたいな、まあ、僕自身も散々言ってきた釣りではあるんですけど、まあ、もちろん、まあ、ゴッドロンって釣れるんですけど、これ意外と僕ね1年間大体ボックスに入っててあれこれやるんですけど、意外とねフェイトフィッシュのパターンでもね何度も助けられてます。まあ、なんかでも多かったのはやっぱ日中のイワシですよね、表層に浮いてる、まあ、結構ちあのトップウォーターペンシルベイトとかで釣ったりするんですけど、あれもしばらく釣ってるとやっぱ食わないんですね、表層で食わなくなって薄皮1枚下入れてあげると食うんですけど、ゴッドロンゆっくりスーッと入ってくれるんで、爪直下をこうプルッとしてあげると非常にイワシのパターンとか、あと干潟の秋のサヨリだったりとか、そうこっちもね僕のホームの干潟とかだと春はシラウドっていうのがいるんで、ああいうのにもすごく対応できるルアーです。でそういった魚なんかは結構、まあ、遊泳してる魚なんで流し込むっていうよりは普通に巻いて平気です。でこの今回のゴッドロンのオリジナルにすごくて、もう結構な早巻きしてももう僕全く破綻しないです。もうちゃんと流れが泳ぎ切るんで、これもね今回すごいところですね。あとはもうオリジナルなんかね使ってた人っていうのはやっぱこう、まあね、両方ダブルフックで設定してたんですけど、まあ、もちろん僕はそれでも全然ね90アップまで取ってるんで問題なかったんですけど、どうしてもダブルフックってあんまり売ってなかったりとかねもうするんで、トリプルフックこうやって使えるっていうのはかなりまあね僕的にも見る目ではあったんですけど、今回これつけてもなお、まあ、バッチリ動いてくれるんで、でももちろんダブルフックを対応してるんでダブルフックをつけてもらうとオリジナルのあの動きにちゃんと変わります。両方ちゃんとできるようになってます。とダブルフックの時の方は一定で生めかしく動きますね。でトリプルフックになった場合っていうのはこれくね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 くくね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 くってこうちょっとしたリーディングの、まあ、変化であったりとか流れに入った瞬間であったり外れた瞬間であったりとかにちょっとだけこう一瞬こうカクッと崩してくれるんですよね。それがそのスイッチになってくれる、一定して安定した後の不安定っていうのはこれにすごい込められてて、これがね実はすごい作るのが難しいんですよ。ずっと安定してるものを作るのが簡単なんです。安定してる中にちょっとしたこうカクッてしたこれを入れてあげるっていうのがすごく難しくて、でもシーバスの食うきっかけって大体いつもそうなんですよ。例えばルアーが U ターンする瞬間、まあ、アクションちょっと変化しますよね。あとピックアップする瞬間とか下がバーンっていっちゃうのはあれは急にルアー上昇するからなんですけど、とかあとジョボンと起こって巻き始めいきなり釣れたなんて起こったルアーがいきなり動く、この変化なんですよ。結局シーバスって一定の後の、ね、不安定な瞬間を必ず狙いますから、それをこのアングラーが意図しなくても勝手にやってくれるようにセッティングするのがこの、まあ、今回トリプルフックなんですよ。僕的にはもう現代版ゴッドロンって感じで、できればこのセッティングでやってほしくて、これもね、まあちょっと僕的にはもうメーカーさんと一緒にやってね、いろんな針の大きさからスプリットリングまでかなりこだわりました。もうこの番手のこれがもう本当にベストです。できればこのまんま使ってもらいたいなって思いますね。で、このゴッドロンのこのフッキングについてですね、バチ抜けっていうと結構視野でショートバイトであったりとか、なかなかね、フッキングしないとか、当たったけど乗らないとか、まあ、よくあるんですけど、これは確かにね、そのシーバス自体の吸引がすごくバチ用の吸引をするんでちっちゃいんですね。
それに対してルアーがまあ入るんですけど、これがなかなかまあそのショートバイトが起きてしまう理由の1個なんですけど、まあ、自然界のねあのバチってのは柔らかいものですから、まあ芝釣った時にスポッて入ってくれるんですね。ただ普通の一般的なまあ棒みたいなプラグはこうスポッた時にカッてぶつかっちゃうんですね、つっかえちゃうんです。だからあれみたいな感じでこっちもびっくりして吸えなかったみたいな感じになって、それがショートバイトの原因になるんですけど、このゴッドロンってのはもうワームとかと同じで吸われた瞬間にこれだけ曲がるんです。スポッとこうですね、こんなに曲がっちゃうんでこうスポッと口入っちゃうんですよね。なんでもうバッチリと腹筋をしてくれるっていう、まあ、これだけ曲がるっていうのは実はアクションだけじゃなくて腹筋の良さも、まあ、備えてる能力ですよね。なんでこのねショートバイトの時なんかもバッチリやってくれますね。でこの秋にね発売されるこの僕の渾身作ゴッドロン、もうバッチ抜け究極兵器と言っても過言じゃないと思います。今まで取れなかったで皆さんのあの魚必ず取ってくれるんで、うまく使ってみてほしいですね。乱用は禁止っていうのもね、ご利用は比較的。はい、皆さんこんばんは。ピュアフィッシングフィールドサーツの三度達也です。今日はこの今年発売されるゴッドロンのテストにこの干潟にやってきました。まあ、バチ抜けとしてはもう終盤の時期になるんですけど、まだなんとか釣れそうなんで今日はここに来てみました。でこの三連結のルアーなんですけども、非常にうねうねっとしてくれる、もういかにもバチっていう感じのルアーです。でタクルに関してはもう僕はもう右腕って言っても過言じゃないエラディケーターエクストリーム、アブソリュートですね、 EXTS の 810MLF の TZ、 ちょっとね暗くて映んないんですけど、すごい先調子のもうバスロッドとかっていうようなこういうテーパーの竿ですね。今までみたいにね既存のスローテーパーが今はね世の中多いんですけど、そういう投げてくんじゃなくて操ってかけてくっていうタイプの竿ですね。でリンの方がこれはMG エクストリームの2500の S はローギアですね。流れの感動はやっぱりローギアの方がすごく分かりやすいんで、こういったルアーもすごく水を噛みますから、流れの変化のところで食わしていくためにはローギアの方が僕は好きですね。でラインの方がこれも今年発売されるのかな、スーパーファイアーラインのウルトラ8っていう、ファイアーラインなんですけど酔っちゃうんですよね8本に。なんでこう今までのファイアーラインのようにパリッとした感じじゃなくて、もっとこうシルキーな、まあ、パーッとこうスプールが出てくるようなしなやかさが特徴で、飛距離がだいぶ伸びましたね。そこはすごく、まあ、こう飛距離が必要になる干潟なんかではものすごく武器になりますね。そういった感じで今日はこれからやってみようと思います。傾きがいい感じになってきましたね。いい感じいい感じ、これだったら、正面よりは全然いいですよ。おお、開拓が釣れましたね。やるなぁ。お、サイド悪くなそうだね。名前書いてない三道立つやつそれやる、うん、の方がいいかもね。おお。これナチュラルですね。僕のすごい好きな色ですね。あのパッドフォローであったやつを再現しました。全然バチなんてこんな色してませんけどね、よく釣れるんですよねこれ。
これ目線下げれたらうまいこといきましたね。わあ、かかりどころ怖いな。かかりどころが怖い。ゴッタロン。ナチュラルカラーですね。いや、綺麗な魚。もう黒、もう正面投げて糸張ってるだけですね。今上流から仮にものすごく風強く吹いてるんで、糸張るだけでもどんどん流れてくるんですよ。だから脈釣りみたいな感じですね。それでもゴッタロンっていうのはうねうねうねでずっと流れてくれるんで、ほとんど糸を巻かない状態ですね。張らず緩めずぐらいの感じでしたね。で、正面からやや黒さん差し掛かったなぐらいでコンって入ったのよ。ティップでかけて釣った感じですね。さてさて、風が強いと投げたらもうすぐラインを張るために糸張ってあげて流す。ここでは3メーターとかなんですけど、ここは7、8吹いてますね。全然当たってないよ。投げたらすぐ糸を張って流す。あとはもう大自然の力とゴトロのうねうね感を信じるだけですね。生きたルアーなんで、あとは勝手に魚が食います。そうですね、本当は上流に投げてこうどんぶらどんぶら行きたいんですけど、風が強すぎるんでこの辺投げて正面に落っこっちゃうんですよ。やっぱりこう遡るバチっていうのは基本的にこの辺のエリアにはいないんで、うねうねしながら流されていくっていうのを表現する必要があるんで、だから流れに乗せてこううねうねしながらこういう感じですよね。ただ今日はもうこういうふうに糸がバーって流れちゃうんで、糸張って流れる。投げるの大変ですけど、動き的にはもう十分それでもアクションしてくれるんで。糸ちゃんと張ってあげないと当たりがね取りづらくなっちゃうんで。おっ、さっき2本目やるね。やるなぁ。ちょっと可愛らしいサイズですね、これ。よいしょ。よっこいしょ。いや、森川ちゃって。
そう、その結構バチ抜けっていうのはショートバイトでね、皆さん悩まれると思うんですけど、今の一般的な棒状のスティック系のシンキングペンシルっていうのは弾く要因の1個が、そもそもシーバサは、ね、弱い力で吸い込むんで、バチの時その時にこうボディにカンってこうぶつかっちゃうんですね。ただこれが5トンの場合だと曲がるんで口に入るんですよね。こうで結局いいところに入ってくれるんで、針がちっちゃいから不安とか思われても多いんですけど、全然余裕ですね。ワームと同じようなフッキング力がこいつはありますね。もうこんなに曲がるもんなんで、ポンって口に入ってくれますね。こんな感じです。よいしょよいしょ。はい、第3球。お、うわ、お、ビャンって元気だね。まあゴッドに限ったことじゃないんですけどね、自分の正面に流れて下流の方に行ってもルアーがこう上がってくるコースになったら回収しちゃっていいです。遡るバチは基本この辺にはいないんで、はい、要は無駄なんですよね。登っていくものはいないから反応しないんですね。で一部例外でね、40センチぐらいのバチとかそういうやつらはなんか遡っていくんで、例外もあるっちゃあるんですけど、基本は動かされ、うねうねしながら流されるっていうだけでいいですね。一番いいこのね、やや上流から自分のやや下流ぐらいまで、時計の針で行ったら10時から2時ぐらいまででしょうかね。そこを集中して、もう3時ぐらいになっちゃったらもう回収っす。いいコースを何度も何度もね、ちょっと力加減でね調整して、沖をこう流したり、いわゆる手前を流したりとか、あとレンジを少し沈めて、ゴットンをゆっくり沈みますんで、スーッて、それで少し中層探ってみたりとか、幅広くやってあげるのもコツですね。今日は今のところね、もう上で全然食ってるんで楽ですけど、1月中旬下旬とかだともうそこベッタベタなんで、すごくドアップに投げて1回ボトム取ってから流すとかやるようですね。何年か前の釣りビジョンがまさにそんな感じでしたね。記録的な泳ぎなどで。ありますね。そのバチが一番流れてるゾーンを流しますね。まあ、ざっくり言えばシーズンの初期っていうのはボトム流れるんで、ほとんどもう目視できないんですよ。でもシーバス釣ったりすると口の中ゲロ、あのバチだらけっていう、そういう時はやっぱそこ流しますね。今時期ぐらいになってくるともうだいぶ浮いてくるんで、バチも目視できるし、シーバス自体もだいぶ表層から1メーター以内で十分ですね。あとで、ね、水面でガバ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 やってるとね、ついつい本当表層ギリギリ引きたくなるんですけど、そういう時でも皮1枚下入れてあげた方が食いますね。はい、見えるのがそれだけで、上でにガバガバやってても多分その倍以上は実際水中で食ってますね。上で食うのってほんと一部ですよ。そう思いますよね。でもね、やっぱりダメですね。それやっちゃうと数伸びないですね。攻めでね、バシュで出るのが気持ちいいんですけどね、フッキングが悪くなるのもあるし、あと上で食ってる時でもあえて下流してあげるとサイズいいこと多いですよ。なんかでかいとあんま上で食わないですね。だから我慢してずっと下上げてるとドーンと一発っていうのはよくありますね。このゴットロンもね、今回の一番ノーマルの設定ですけど、僕自身のプライベート用はこれより 1.5 倍以上重たいヘビーチューンってやつとか、逆にもっと軽いシャローチューンっていうのがありますからね。そうですね、あと流れです。今もだいぶ流れ出ちゃってるんで、あっという間に流れちゃうんで、そういう時もちょっとサメが効くんですよね、重たい方が。あとはもう本当流れない時が水面でうねうねっと、本当こうなんでしょうね、ほぼテンション張ってるだけぐらいのしか食わないって時もあるんで、そういう時はこうやって沈んでっちゃうんですよね。ただまあ一番万能なのはこの設定なんで、まずはこれかなと。そうですね、スローシンキングですね。どれぐらいなのかな、1秒に50センチぐらいでしょうか。ポール中もね、うねうねうねって落っこっていくんで、意外と ポチャンって落っこって、さあ巻こうと思ったらかかってるなんてこともありますね。このバチンときってショートバイトだから、かかりがすごい浅いことも確かにあるっちゃあるし、ね、針も細軸のものとか使うから、ランディングネットでね作ってあげるのが一番事故がなくて、本当にね僕は使わないんですけど、そのね基本的にはおすすめしてます。
僕はなんで使わないかっていうと、その釣った後の魚のヒレとか鱗とかからすごい血が滲んじゃうんですよね。ヒレは切れちゃうし、あれがすごいなんか申し訳なくて、極力網は使わないようにやってますけど、年に2回ぐらい手に針刺さりますね。はい、今度は色はカモ。もうね、バークレーって言ったらカモかなみたいな、まあ、一番バチより誤解よりのカラーリングですね。それとね、地味な色もいいんで。やるな、いい汗するな。やべ、また追い抜かれたぞ。あ、そっか。ちょっと怖いか。大丈夫？魚そっち平気？あ、そう。タグヤがランディングされる。さらばだ。俺の方に魚突っ込んでくるってオチじゃないよね。怖いのそれよ。また表層を結構巻いて釣りました。トレブルが2つついてるんで、かかりもバッチリです。おお、こんな感じ。結構早めに、サンドさんは多分流してると思うんですけど、僕は結構早めに巻いて、ブリブリ動かすような感じで。はい、どうもお疲れ様でした。ね、今日一日やってみたんですけど、2時間ぐらいでしょうかね。バチが今もかな、抜けるかな、抜けるかなと思ったけど、結局抜けないっていうまんま試合というかで、ね、中止が終わっちゃいましたね。逆にね、塩全くバチっていうのは抜けてない状況下でも、こういうバチ抜きの釣りとして成立させられるという点では良かったのかなって思いますね。ただまあゴッドでどうしてもバチのイメージが強いんですけど、すごくうねうねと全身駆動するんで、まあ、サヨリであったりとか、あとこの辺の地域だとシラウオ、あとは5月6月になった時には稚鮎なんかの釣りにも対応することができます。なんで、ね、決してこうバチ抜け専用ってわけではないんで、いろんなシーズンに、僕なんかもうプライベートでもブラックバスなんかもよく釣ってますからね、水面をグラビングバードみたいなやつね。で、一応またね、バチでガバガバってやってる時なんか、この水面で、ね、バシバシ出すっていう動画もそのうち撮りたいなとは思います。どうもお疲れ様でした。See ya.